去年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、戦後初の中止となった夏の甲子園。今年は2年ぶりの開催となり、今日開会式が行われました。今回は感染対策のため、従来とは違った形の行進となりました。1年前、甲子園という夢がなくなり、泣き崩れる先輩たちの姿がありました。この夢の甲子園で高校球児の誠の姿を見せることを誓います。今大会は一般客は入れず、各校の関係者だけが入場できます。